さあ、時刻は2016年9月5日月曜日お昼12時を回りました。昼ラジ月曜担当、玉木よ野の,のののスタイルこの時間からスタートです。さあ、あの、私、毎週月曜日をこの番組担当してるんですが、なんだか久しぶりにこのスタジオから見る空なんですが、 雨降ってますねまあの全国でね聞いてらっしゃる皆さんも多いと思うんですけれどもそうなんですなんかね沖縄もだいぶ台風の影響出てきたのかなと思うんですけれどもだいぶ朝からね沖縄市も雨降ってましたかめぐみちゃんね降ってますね今もねしとしと雨続いております皆さんの、えー、地域はいかがでしょうか さてね、ルドルフ2006さんが、はいさ、さい吉野さん、名宮さん、この地わん、大阪は雨模様ですと。あそうですか、大阪も雨模様ですか。もううねあの何でしょう この沖縄県内も今日天気がぐずついているんですけれども沖縄市も雨じゃないですかで私自身のお顔も雨状態でなんかねお顔を持って尾をつけるの変なんですが自分に対してあのねなんだ今までの疲れとか,なんか胃腸の問題なのか分かんないんですが。 お顔にですよ。顔にですよ。いろんな、こう、あの、まあ、吹き出物というか、いろんなね、この、なんだろう、かゆみが伴ったりとか、すっごいもう週末から大変なことになってて、もうなんか今ね、顔にね、この降ってる雨をバシャバシャ、バシャバシャ、<laughs> かけたいくらいなんか、あの、ヒリヒリカイしてますね。そんな言葉があるのかいっていう感じなんですけれども、はい。久しぶりに、大人なのにっていうところで、まあ、身だしなめ気をつけていますけれどもね、今日ね、すっぴんなんですよ、私。ね。 <laughs> 本当に大丈夫ですかと思ってちょっとだけ口紅、あの,ー、唇,の唇の色がいつもねお玉マジャクのお腹みたいな色をしてて。<laughs> <laughs> こんな表現すると吉野さん余計意味が分かんないですしかも「グロいです」とか言われるんですけど何だかこうすごくぽってり紫色なんですよだからちょっとあの血の気の通った感じってことでもう本番始まって3秒前ぐらいにピッとちょっとこうね口紅だけ塗りましたけどそれでもまだこの顔色ですからねいやいやいや今日はんでしょう自分自身の体調とですねこう会話しながら放送も進めていきたいなってだって月曜日ですよ。月曜日かからエンジンジけけななきゃいけないの 月曜日でこんなこうねあの肌の感じがもう化粧できない状況ですからねいいんでしょうか吉野さんはいゆっくりとやっていきましょう。さて今日はですねあの本日の内容としましてはいつもその内容からしゃべってって感じだと思うんですけど懐かしいまあ,あのテレビドラマの「 主題歌をどんどんかけていこうかなって思ってます。あなたにとって、このテレビ番組、特に今日はバラエティとか、ドキュメンタリーとか、あの政治的なことではなくって、なんだろう、すごくあの子供の頃から見ていたあのドラマは影響を受けましたねとか、はい。まあもちろん今はラジオですよ。ラジオ番組やってますけれども、ラジオとテレビ、あなたはどっちこって言ったらどっちですかね。私案外、あの、 テレビ子だったんですね小さい頃からでお家でラジオを聴く習慣があまりなくってあのすごくテレビってみんなでこうお茶の間ですか家族みんな6人でワイワイしながらドラマを見つめながら歌番組見てドリフターズ見てっていうところがあったんですけどね。で私たちね小さい頃ね4人兄弟なんですが夜8時に就寝だったんですよ。早くなないです小学校6年生になっても8時 怖いですよね。だからよく月九って今で言われる9時からのドラマが見れなかったわけだから余計にこういうなんかう見たい衝動があって特にまあ中学校ぐらいから部活なんかもやってるんで8時に眠れるわけないんですよそうするとおのずとやっぱり兄弟も年を重ねるのでなんとなくうちの父も甘くなってきて、まあ、月九はようやく見れたかなとそしてもう10時前にはもう9時50分ぐらいには寝ろと。 9時53分ぐらいい終わるじゃないですかもうね10分前から寝るこうなんだろう眠る体勢を整えながら横目でエンディング見るみたいな感じのねすごく思い出しながらあ久しぶりにこういうテレビ番組のドラマですよドラマですあえてドラマの人気主題歌もかけて見る日があってもいいなということで今日のねリクエストメッセージテーマがえあなたが好きな、えー、ドラマの何でしたっけ ドラマ曲ということで曲かなまあそのテレビのドラマの話でもいいんですが曲はこれがすごく印象深いですとかあとね好きすぎて何回も見るとある場面のあるセリフを覚えちゃったりしませんかカンチとかねわかりますこれ <laughs> めぐみちゃんめっちゃ若いから世代がまるで違うんじゃないかと思うんですけどねさあということで今日は懐かしいテレビドラマの主題歌を特集してみたいと思っております。皆さんの もうドラマといえばこれだっていうところとか、曲はそれですっていうね、ぜひね、送ってくださいね。さあ、そして昼ラジオ聞きの皆様へリスナープレゼントのお知らせ。今週のリスナープレゼントは、沖縄マリオットリゾートスパのブッフェレストラン、オールスターブッフェのペアランチ券を2組様です。旬の食材をふんだんに使った沖縄テイストの本格メニューをお楽しみいただきます。 ご希望の方はメールでお送りください。懸命に昼ラジリスナープレゼントと書いてください。今週は沖縄マリオットリゾートスパの、えー、ペアランチ券です。お間違いのないように。さあそして今日のこのね、えー、番組のメッセージテーマがあなたが気になる、ね、好きなテレビ番組、またあのドラマの方ですね。そして好きな曲なんかもお寄せください。すべてのアドレスはこちらまで。昼ラジ12 アットマーク gmail.com です。昼ラジ12アットマーク gmail.com までお寄せください。締め切りは今週いっぱいとなります。たくさんのご応募お待ちしています当選者は来週のこの時間昼ラジで発表いたします。今週のあ、そうか先週なかったからね。オッケーですねなお、当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能の方とさせていただきます。よろしくお願いします。 さあ太郎乃さん、野本由乃さん、めぐさん、こんにちはということでキャスからもじゃんじゃんコメント上がっております。で、ルドルームさん、さっきね、私、顔の話をしたんですよ。ちょっと吹き出物ができてっていうことをね、で先ほど午前中に皮膚科に久しぶりに行ってきたんですけれども、お薬いただいて、今ね、顔中に塗ってて、めぐみちゃんわかるはず、てっかてかだよね。 もうね本当にテレビ番組だったら一回抑えますねってスタイリストさんが汗を拭きに来たりとかするんですよもうすごいですあの本当にクリーム塗りまくってるので私に今ベタってほっぺに触るでしょもう手がねビタビタになりますからね気になる方はスタジオまで来てくださいそしてルドルフさんが優しいねお大事にということでコメントいただいておりますありがとうございますさあそれではノノスタイルこの番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式 以上ニューのの提供と他各社の協力でお送りりしてまいりますさあ今日はですね久しぶりに「あの夏バテはありませんか胃腸回復に」ということでシソ大葉を使ったスムージーもこの後紹介しますのでお楽しみにさあそれでは曲はねやっぱりここでしょうということでさっきねめぐみちゃんに何回も教えてもらったんですが「カンチーって言いましたよね。 えと東京ラブストーリーという番組が月9でありましたこちらはフジ、えー、テレビかなあったんですけれどもねえっ、ー、と、えー、小田さん小田さんですよね小田さんと小田なんだっけ今,今小田和正さんっていうとしたんだけど主演はそうじゃないのよえっ、ー、となんだっけ踊る大捜査線ええー、忘れちゃってるねえー、何だった小田豊じゃなくて何だっけ何だった何だったあ太郎介さん小田さんほら小田さんえー、何だろう頭に出てんのにね 怖いね、私たちね。何、ね、四十型あ、違う,違う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 。型じゃないから。あの、頭で、まあ、後からもう置いといて、だいたい予想はつくかと思いますが、行きましょうか。小田和正さんで、ラブストーリーは突然に、なんか生活発表会みたいだね。 楽しくなってきた、懐かしいね、久保田敏信さんのララララブソングだっけ、ロングバケーション、ねあの、通称、ロンバケ、山口智子さん、木村拓哉さん主演でした、もうドンピシャでした、ね楽しい、ちょっとやっぱりこういうな特集すると盛り上がりますわ、もうね、ツイキャスすごいですもん、ねもうね、先ほどからどこから読んでないの、私。 あの画面に向かってチーケャスの皆さんにはずっとコメントしてたんですけれどもエルタさんが今日のテーマは何ですかっていうところからねあのラジオを聴きの皆さんには喋ってませんでしたが「あの野の中の銀の蛍さんがじゃあガードマンは分からないだろうな」ってきました。はい受けままししたたよ今ですね調べましたら 薄いけんさん、あの主題、えー、主演で tbs のドラマだったようですね。なんかね、すごいガードマンたちの刑事アクションのなんか凄さとか、そういったものがね、出てましたね。エルタさん、そうそう、そう、好きな懐かしのテレビドラマの内容であったり、主題歌がテーマの今日でございます。はい、ノノスタイル生放送でお送りしております。ほんでもって、エルタさんが太陽に吠えろ、西部警察。あ、いいね。あれ。 結構、お兄さん、年配なのからしたら。ねでね、ルドルフ20063。え、丹波哲郎さんの主演のものは何だったかな並んで歩いてくるもの。あ、だから G メン75なんだ。のの、えー、のの中の銀のホテルでややこしいな、もう。はい,いや。ひどい。<laughs> G メン75、懐かしい。めぐみちゃん、もしも G メン75の主題歌あれ、かっこよかったね。私、真似したわ。今、流れてますよ。 誰のリクエストでしたか さあ今ねご紹介している曲なんですけれども懐かしいなって思ってらっしゃる方いらっしゃいますかそうそうそう今ね「ルドルフ2006」3からこのえ曲に関して私がツイキャスに向かってすごい喋ってたんですよ。でえドッキリ天満先生の主題歌なんだよねこれね。 ドッキリだってんのかなでその天間先生をやってらっしゃった、あのーまあ、主演の方なんですが石田哲夫さんですよと奥様は18歳も石田哲夫さん、えー、岡崎さんということでだからいっぱい出てきたねすごいねなんか面白い。みんなそそそうそうそう私が 石田さ頭がこがチリチリの人チルチルの人って言ったらルドルフ2006さんがそうそう石立さんですチリチリヘアーっていうことで来てますねで先ほどねあの AKB ファンさんがごめんね FM 技能ンのことをフォローしてくれないからここに来たよってことでごめんなさい今、まあ、ここねラジオから聞いてる方も誰に向かって喋ってんだあんたみたいなことあると思うんですが FM 小座 F.M. ギノワンこの番組同時放送なんですで精一杯 F.M. 小座だけを見てましたごめんなさい <laughs> 見れないのなんかねなかなかこれこパソコンのやり取りがねやり取りというかこの操作がね結構鈍いようです私ねト年でございます昭和四十九年生まれで、えー、野の中の銀のホタルさんですが気まぐれ本格派わかるかなダカーポさんのこれ何何の二人ユウナリ ゆうなぎの二人なんか聞いたことないない玉木さんは26歳はい正解です、ね、今日は26歳というテーマでいきましょうだからさっきから全然年がばれてますでしょそんな話がで次におか,けおかけするのがねこんなのどうでしょうかどんどん、ね、b g がかかってきますよいきましょうか素顔のままで分かりますか皆さん私が言うたんびにねめぐみちゃんがすごい速攻今手を動かしてるっていうねもうなんかあ <laughs> 英語の曲,あ,語の曲はありますかあ<の>ち えじゃ何何英語の曲ではないですよ。コメコメクラブなんで全然違ってます。もうねあもうねあのミキシングやってる子がね1991年生まれの子なので、もう今時に持ってきたんですよ。本当バックナンバーとかあのねあのイリイエイ,イリレオさんとか書きたいけどそこはもう持っと後にしていいですよ。はいコメコメクラブです行きましょうか。これそのまま喋りますね。いいかなこれ分かりますか。 はい、来たはい、来た <laughs> いや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 、そういうクイズ番組じゃないんです。そうです。素直のままでというね、あの、安田成美さん、中森明菜さん主演の結構異色じゃないです中森明菜さんが女優業ですよ。で、今度中森明菜さんもアルバムとか出して、また復活するんですって、ちょっと体調悪かったんですよね。それで中森明菜さんがこう復活するという聞いて、デザイヤーとかいろいろね、少女 A とか聞きたくなりますが、ちょっと聞いてみましょう。コメクラブ、君がいるだけで。 いいですよ。はい、行きましょう。さあ、時刻は12時30分ですが、またまた曲がかかります。玉木よしの,のののスタイル生放送でお送りしています。さあ、今日のテーマが、えー、皆さんの好きなテレビドラマの主題歌、もしくはその思い出のね、まあ、ワンシーンとかあれば送ってくださいということでございます。今日ね、私の番組では珍しく曲をいっぱいかけてます。で、コメントがすっごく入ってます。 すごいねやっぱりみんな思い出深いテレビ番組ってあるんだねつまりドラマね今日はバラエティとかドキュメンタリーとかではなくってあえてドラマの主題歌ということで皆さんに発信しています。すごいですすあっちゃわっちちゃゃわ来てますね「そうねそううでね男女7人夏物語」とかありましたねということでエルドルフ2006さんから来てるんですが曲が探せましたらどうぞアップしてください。でね ラッキーさんが29度ぐらいかなということでえ北海道そうなんだって29度か、えー、昭和48年さラッキーさんなるほど一つ先輩になられますねよろしくお願いします玉木はい沖縄の北谷町と書いてこれじゃないよねこれ誰の曲だ<れ>工藤静香さんの曲だ<れ>え今ねちょっと違う曲流れてますでも誰が歌ってんだろうねこれ誰に歌これ あ本当なんだろうねなんだか違う曲もどんどん流れていますけどその間に読めるから嬉しいなラッキーさん初めてのこのツイキャスからコメントいただいてるんですがあの北海道の方らしくて昭和48年生まれで北海道は29度ぐらいですかねということで今コメント書いてきましたありがとうございますでラッキーさんとかあとねチャライ AKB ファンさんは FM ギノワ湾に投稿してくださってるんですけれどもこちらもご紹介しておりますよ で、えー、そ,うそうそうそう、でね、はいこちら、野の,の,、えー、の,の中の銀の蛍さん、ドラマ、美しい人、えー、ジン・バーキンさんの無造作紳士、合ってる、分かるかってのは、これ、分かんないんですよ、私、合ってる読み方、そもそも。無造作 無造作ななんだろう気になるわさあ流れてきました工藤静香さんの朗国でございますが覚えてますかこちらはね「ねあの日に帰りたい」の主題歌でした少し聞いてみましょう。 さあ、時刻は12時37分になりました。9月5日月曜日、昼ラジ、月曜担当。玉木吉野の「ののスタイル」ご案内しています。今日はじゃんじゃん曲をかけてます。えー、月曜、まあ月曜じゃなくていいんですが、えー、皆さんの好きなテレビドラマの主題歌もしくはその内容など、えー、印象に残った場面があれば教えてくださいと、えー、リクエストメッセージ振りましたら、もうじゃんじゃんガンガン来てまして、もうね、もう休ませません、めぐみちゃんの手を。<laughs> 寝るなと。 いつも眠ったことないんですけど探しとけという話をしてます。でコーナー1つ参ります。今日はね久しぶりの月1のスムージータイムということで見た目にちょっとねツイキャスユーストをご覧の方はちょっとグロいかもしれませんが今日はね大葉しその話をします。 オーバーはね料理の脇役ではありません免疫力を高める健康食材なんですけれども何で必ず刺身についてくるのってありますが、まあ、それはあの防腐とかね殺菌作用を持っているからよっていうこともありますでそれだけじゃありませんあのねすごいのが専用かぼちゃの約3倍近くあるこのカロテンの量なんですよねビタミン B 群とかカルシウム鉄カリウムマグネシウムとかめっちゃ入ってます であのすごくアレルギーも抑制しますしがんの抑制貧血予防特に、ね、私貧血もあるのでしそは鉄があの多くてですねあの鉄の吸収を助けるビタミン C も多く含まれていることで貧血予防にも有効だとしそですよ大葉言われてますねあとダイエットとか精神安定作用にもいいんだということですね。ということで今日は大葉って結構ほらめぐみちゃんもえー、って 作ったなので「えみたいな顔してましたが「飲ませます? <laughs> で」で一人分ってことで今日はねリンゴとみかんとそしてバナナを入れましただいぶ飲みやすくなります。でこれから大きなノイズの音がねあの流れますラジオから。で今運転されている方は何講座「何 FM コーザどんな音流してんねん」ってことになると思うんですがこれは。 ミキサーをスタジオに持ち込んでますこんなことを許可してくれるのは FM 小材がなりません <laughs> 他の曲だったら怒られてると思いますそれでは作っていきましょうねえ今日は大葉のシソのスムージーです <laughs> 聞こえてますかねガラガラしてるのめぐみちゃんのヘッドホンが聞こえるこの時だけ私のヘッドホンがもうおかしくなっちゃってわかんないめぐみちゃんは飲みたくないってこうしてますね 団になら飲みたくない。その間に。チャラい A. K. B. ファンさんがああ、いいですね。なんか運動会のテーマみたいです。色はこんな感じ。バナナ、リンゴみかんを使っているので、色はまあクリーム色です。細かなプツプツ、なんか入ってます。それが大間です。うん、出来上がりました。それでは。太郎助さん、仕事に戻ったんだよね。いつかね、飲ましたげよね。<laughs> ね、私もね、ちょっとね、多分ね、肌が荒れてるのは。<laughs> 胃腸がね、多分機能してないからだと思います。こちら可愛いでしょ。で今日はねこんな感じでねちゃんとこういうのもねあのつけてたんですよ本当はねすごいじゃあみなあのみなこさんじゃない誰なんだね <laughs> 誰でった。<laughs> めぐみちゃんに飲んでもらいます。えー、飲んだらぜひカフを上げてあの感想お願いします。ねこんなねドリンク材をさ機材の上でやっちゃいけないんで本当はねよかったデニーさん見てないかな。<laughs> さあ今めぐみちゃんが飲んでくれましたよ。 大葉、シソガッシュのものです。大丈夫ね。私もこれ飲んでみるよね。いきます、うん。うん。最高。別に小松菜じゃなくてもいい。どうですか。めぐみちゃん、そのお味は。思ったよりそんなに大葉の感じ。ないでしょう。ん。なんだろう。リンフルーティー、ね。そう、フルーティーに作ってるんですよ。どちらかというと、リンゴとか、さっきに、ね、言ってた、ね、バ,ナナバナナとか。そう,そうそう、バナナとかの方が。 味は強めだけどでも最後にちょっとふわっと鼻から抜けるでしょ。シソの香りが、これがいいんですよ。で、こんな感じで取って全然問題ないんですよ。なんで一枚バリバリ食べるわけではなくて、ぜひ皆さんもあのシソを使ったスムージー作ってみてください。そしてもちろんスムージーはちょっとなんで難しさーっていう方はぜひお料理卵焼きとかに入れるとか、一番は今日私作ってきたんですけど、あ、そうか違うか別か、おむすび、あのごまとシソとあとこの え梅干しを入れたおむすび今日私作ってますこの後、ね、あとね仕事があるんですがもうどこもかしこもお昼ご飯食べられないので手作りのおむすびを今日握ってきました大葉入れてます是非お試しあれさあそれでは曲の方に戻りますよ皆さんスムージーのコーナーをお届けしていますえっとねどっから読んでないんだろうはい、えー、チャライ AKB ファンさんからセリフんこんばんは鏡龍太郎です <laughs> そしてえー、っと何これは 宮崎だらけなんでこれ何ミッキー美雪ですなんですか米崎美雪です主題歌本田美奈子えー、ワンウェイゼネレーション懐かしい覚えてるわかんないねワンウェイゼネレーションほんちゃんたんチャラチャってね懐かしいねそして、えー、野の中の銀のホタルさん例えば愛の主題歌は、えー、徳島たずみさんの戸惑い ホワイライトでしたそのレコードの B 面はラジオキナーのナナコのドリームコールのエンディングのネタコを起こす木漏れ歌でしたあそうなんだナナコちゃんのそうなんですねあなんかすごいなどんどん出てくるルドルフ2006さんが氷があれば飲みやすいかも、はい、今日はですねあえてお腹のことも考えて氷をいつも1個入れるんですが 入れなかったです。ちょっとお水を少しひんやりさせて作りましたね。あのこれはおすすめですよ。私もよくやってますねチャラい akb ファンさんいただきます。はい、飲んだのはあちら <laughs> さっきめぐみちゃんの声も音声入りましたけどね、えー、飲みやすいです。よということでコメントいただいています。さあ。それでは曲に戻りたいと思いますが、行きましょうか？この曲さっきもね。あのそのタイトルが出てたんだよね。まず流,流してみましょう。こちらわかるかな？ 懐かしくないやばいこれなんだっけパパはニュースキャスター違う違う違うなんだっけ男女七に夏物語だっけあ、はい、ってますね男女七に夏物語森川えかりで賞味,味踊ろう 懐かしいんじゃないですかああわかるわかる石田純一さんとね松下幸さんが当時21歳であの姉から恋人を奪う役をやってましたね衝撃でしたで今井美希さん三人がね主役でしたよね思い出に変わるまでの主題歌でした1990年に放送されたドラマだったんだねってことは室ネー先生まだまだ子供だったんだねで今井ね室ネー先生来てくれてるんです ヘっ,ってねありがとうございます今日もおしゃれな感じでピンクのシャツ着てますが「ダイアナ・ロスさんで「If we hold on together」という歌なんですがカラオケでも歌ったなの後々ね。でね何だろうなお姉さんの恋人を妹が奪うわけですよ。すすごくないいですだからそういうのも なんだかとっても私1990年だから私ちょうどね15歳ぐらいなんですよ14歳とかもう衝撃で受験勉強もするんだけどドラマのこの内容がすごくないですかやっぱりあのすごい思春期の,ねあの女の子が見るドラマとしてはちょっとなんか「ええみたいな「ありなの大人!」みたいなすっごくね今日紹介した中で一番衝撃だったテレビドラマの一つだったのではないかなと思いますね。ねツイキャスで ルルドルフさんムー先生ここにちはということで来てます、はい、であとね、今もお元気な、えーえー、んさんああ、なるほど、岸辺のアルバム、なるほど、聞いたことありますね、すごく綺麗な女優さんですよ今でもね、そのたんさん、そのこさんが、この曲大好きでした、歌上手そうね、そのこさんが歌うとね、私も歌ってたな、エルタさんが、思春期あったんだ、ありましたよ。 思春期ャと親と衝突してさ病院に入院までしましたよ <laughs> <laughs> どんなけし神経質な子供でどう見ても B 型っぽいでしょこれでも A 型なんですよ <laughs> だよねムーレシーシ A 型だよな結構ひめるんだよねそのたんこんにちはということでいいねお互いで会話始まってますがあいいなこの音程が難しかった歌った時うん 続いてはですよ、この曲に移ります。もう少しドロッとしてきそうな気がする。きたこの前奏でわかりますかいくよ。ワン、ツー、はい。春の木漏れ日の中を、中いか。 吉野さんお元気ですか体調悪いようですね疲れが出たら胃腸も悪くなりますので少しはゆっくり休んでくださいね今メッセージ読んでますよさて私はバブル時代に東京にいたのでドラマの撮影によく遭遇していますとすごい私の好きなドラマはあの、えーおえ「何テレビ、えー、不良少女」と呼ばれてあへえ。 えポニーテールを振り向かないとかの臭い芝居が好きでした。その中でも主題歌の小比類巻薫さんの「ネバー性グッバイ」が大好きです。ああ分かるわ。リクエストお願いします。今探してみますね。で東京ラブストーリーの撮影現場も見ました。小田おじさんが素敵でした。だよねだよね。リスナープレゼントもいたしくです。まみさんああそっか。ああそっかそっか私も好きですね。 さあ今いけるかなまだ紹介しようね、えー、よしりんこんにちは月曜昼ラジオ欠かさない男、えー、本命 OK 今村ですしかし、えー、シソスムージーは悪い予感しかしません整いました、えー、大葉のスムージーとかけまして絶望している人の顔ととくその心はどちらも思想が浮かんでいるうまい 思想ね大葉ーーって言っちゃったけど思想ね思想ねえー、そんなことないよめぐみちゃん引きつり笑いしてくれたよ <laughs> さあそして今出てますけどこれなんだ小比類真紀さんの、ね、合ってます?「ネバーセイグッパよ」ラストにおかけしてますがそしてラストでございますいけるかな、えー、セブンセブ,セブンセブン何セプテンバーマフタの9月って意味だよね宗 <laughs> 先生です土曜日にうるま市のエイサー祭り見てきました目的はへしきや青年会のエイサー。 私も好きです。 エーサーを生で見ること自体久しぶりで、ヘシキや青年会のエーサーは勉強の意味で見ておきたかったので見れたことはよかったです。よかった。私も好きです。好きな懐かしのテレビドラマ、私は1990年代後半に放送された、今夜宇宙の片隅でと秋きまへでの2つです。どうしよう、どっちもわからん。朝の連続テレビ小説も含めるなら、2006年度前半に放送された、宮崎葵さんがヒロインの、えー、純情キラリ合ってる であの時は高2で不登校の時期が含まれます不登校の時期は必ずと言っていいほど見て涙していましたそっかそんな時期もあったって言ってたよねその時にだいぶこの番組ドラマの内容助けられたかもしれないねありがとうございますたくさんの番組名とそして曲の名前が曲のタイトル出てきましたありがとうございますさラストはマミタロウさんの曲をあのご紹介していますけれども はい、あっという間の何1時間55分の番組だからねあとね1分と何秒ぐらいで終わるんですけれども早いです。今日は本当に皆さんとおっかけしましたがもう駆け足でねえテレビドラマの主題歌 ご紹介しまししまたたいかかがだったでしょうか私ダイアナ・ロスのやっぱり「IfWeHoldOnTogether」やっぱ一番良かったなあとは「ShowMe」とかね良かったですよね今おかけしてる曲もそうですがさあまた来週はゲストさんも入りますので楽しみに聴いていただきたいと思います来週は9月12日にお耳にかかりたいと思いますさあ玉木浩乃の,の「ののスタイル」えこの番組はさあ探してますよ聴きながらね目指すは地域のホットコミュニケーションステージ うるま市結婚式場ニュー3話の提供と他各社の協力でお送りしました沖縄市中央パークアベニュー上空雨がねかなりそうちょっとね大降りになってきました移動中の方は安全運転でねお願いいたしますそれでは9月12日にまたお耳にかかります来週ですバイバイ。